七月八日月曜日今日の天気は晴れ時々曇り日本放送飯田浩二の OK 工事アップ,ーーアップ朝六時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二ですおはようございます日本放送アナウンサーの新葉一華です日本放送飯田浩二の OK 工事アップこの後八時まで生放送です えー、週末はね本当に暑い、まあ、いろんな意味で暑いという感じでありまして、まあ、後ほどね、えー、暑い選挙が行われたその東京都知事選については、えー、大きく取り上げることになろうかという,ふうに思いますが、えー、もうね、バーテるような暑さの中でありました。<ー>でで、えー、週明けけを迎えてとというところですけれども朝 もうマンションの玄関出るとすごい熱気でもう夜でも全然熱気がねディレクター立ち上がって今、あの温度計を覗き込みましたけど、ね、この時間で日本放送屋上の温度計30度湿度74を指しています、あのー、毎日、ね、あのこの番組の中でも定期的に天気予報があったりしてそこで新庄アナウンサーが大体、はい、いい7時半前ぐらいのところで、うん、もう30度超えてますというふうに言っていたんですが。<laughs> えー、ついに、ですねのっけから30度を超えたと。 この番組開始とともに30度に度なりました、ねまああのー、去年なんかもそうですけれども夏の、ねえー、盛りというよりはこの7月ぐらいからもうこういう感じになってきますのでもう起き抜けからですね、えー、水を飲むなりなんなりして水分を補給しながらやっていかないとでそれからねやっぱこの時期まだ体が慣れていないってことになると、はい、普通にやっていても、あのー、頭が痛くなってきたりとかうそういう時にはですね、えー、ちょっと休んでそしてあのー クーラーの効いたところで体を冷やしてですね、やらないとちょっときついよなぁと。ええー、週末は私もあの少年野球の手伝いをしておりますんで、もう外にずっといるとですね、え大変ですよ。そうですよね。どうなんですか熱、ね、中症対策は。熱中症対策はもう、あのー、こう、塩分チャージみたいなね、あ,<ー>あのキャンディーみたいなのあるじゃないですか。はい、あれをもう練習の前に必ず。 ね、えー、子供にも食べさせて、そして大人も食べるということをやり、で、あの、練習の途中でも、またやらないと、ちょっとね、うん、えー、まず、ミネラルとかそういうのが足らなくなるし、で、常時、食卓塩を用意しておいて、<ー>もう、あの、応急阻止というかですね、あのー、水分、塩分抜けちゃってる子には、まあ、とりあえずまず塩を舐めなさい、ということをやりながら、えー、冷えたタオルで、こう、首筋をね、<ー>冷やしたりだとかして、はいはい、体温をなん とかこう下げるるとところとかねうん、うん、やるんだけどもう、あの、周りの気温が35度だ6度だっていうね、体温よりも高いみたいなことになってくると、そんなことをやったところで全く、えー、意味をなさないというか、まあ、この間の練習の時なんかも、学校のね、えグラウンドで練習をしてましたんで、でそうすると、最近の学校はあのクーラーが効いてるわけですよ。で、あの、土曜なんかも、うーん、学童保育だとかっていうのはやってたりとかして、で学校空いてるとその 下駄箱のところとかでもあのクーラーが効いてると少し涼しいというところで<ー>まずそこに避難したりとかああとそのねあのね管理人さんというか主治さんのあのご厚意でのお部屋に入れていただいたりなんかしてちょっとこう、ね、体温を下げてみたいなことをねやってなんとかねもうそのぐらいのことをしないとまああのそういった場合はねもう練習中断して、えー、親御さんに迎えに来てもらって帰って。 ねえ、帰らせたりとかもしてるんですが、あうんうん、まあそのぐらいのことをしないとね、はい、なかなか特に小学校1年生、2年生は外でやるのはちょっと危険な風になっていますからね。うんえー、でもあの子供だけじゃなくって大人も、 そうですね。大人もそうですよね、えー。この時期、あの、昨日あたりからね、高校野球、各都道府県の予選がスタートしてますけど、審判の方が体調不良になるっていうのがニュースになるような時期ですで、はい、はい。えー、水分、塩分、本当にね、えー、ぼちぼち、ぼちぼちやっていきましょう。日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩二の OK、工事アップ、えー、セミのね、えー、大合唱で、 起きたよっていう人がいたりとかね。泣いてますよね、もう。おー、もう泣いてる。まあ、さすがにこの天気でこの暑さだと泣くよね。気のせいかなって思ったんですけど、いや、これ気のせいじゃないぞと思って。そね。うん。それから、あまりに暑いんで地中からミミズが入い出てきて、それをカラスが食べてますっていう。うですね。<laughs> あそんなことになってるんだというですね。えー、いろいろいただいております。ありがとうございます。先あ、今朝のコメンテーターは、ジャーナリスト、須田慎一郎さんです。この後、6時半過ぎからご登場、まあ、東京都知事選挙について、まあ、そのね、ええ、さんの取材の様子であったりとか、結果について、さらに今後というところ、様々な角度からお話を伺ってまいります。えー、そして、5月の家計調査が出てまいりました。消費支出、前の年の同じ月と比べて1.8%の減少でした。 えー、さらに7時10分過ぎおはようニュースネットワークのゾーンは自民党の総裁選、えー、そして海上自衛隊で特定秘密の不適切な管理があったということを海上幕僚長辞任の意向を示すということが出てきております、えー、そしてイラン大統領選は改革派のペゼシュキアン氏が当選と極硬派が有利なんじゃないかと言われていたんですがそうでもなかった、えー、それから7時40分過ぎここだけニューススクープアップのゾーンはフランス国民議会選挙 ま、会員の選挙で、左派連合が最大勢力の情勢ということであります。えー、ヨーロッパは選挙がイギリスに続いてフランスも行われたということで、え、この時間は、慶応義塾大学教授で国際政治学者細谷雄一さんともつないで、この結果、そしてこの先というところを伺ってまいります。 最新の株と為替の情報をガイタメドットコム総研研究員の中村つとむさんに伝えていただきます。中村さんよろしくお願いします。はい、ガイタメドットコム総研の中村です。今週もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。 現地5日のニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前の日4日がアメリカは独立記念日で祝日休場だったためその前の営業日3日に比べまして67ドル87セント高い 39, 3万9375ドル87セントへ取引を終えましたハイテク銘柄中心のナスダック総合指数は164.46ポイント上がって1万8352.76でした 円相場は前の日よりも45銭ほど円高ドル安の1ドル160円81銭付近で取引を終えました、はい、金曜日ですけれども、えー、市場が注目するアメリカの6月の雇用統計が発表されました、はい、結果はまちまちのものとなっています、うん、まず非農業部門雇用者数の増加幅は予想を上回りましたが過去2か月分の雇用者数が下方修正されたと、うん えー、そのほか失業率は2022年11月以来の水準へと悪化しましたう、えーまあ、こういったことがドルの重しとなっています、はいえー、また平均時給の伸び率が市場の予想通りとはいええー、前月から鈍化したということで、えー、アメリカのインフレ鈍化期待へとつながっています、えー、ただ円相場ですけれども、えー、市場の円先安感が強いためそう円相場大きく上昇するには至っていません また、昨日ですけれども、はいまあ、日本は東京とかの,あの都知事選選挙ありましたけれども、はいはい、フランスの総選挙第2回の投開票が行われまして、1> うん、第1回の投開票で優勢だった極右派ではなくサカ、サハ連合が最大議席を獲得する見込みとなっています、はいね。市場が想定していなかった結果に、今日のオセアニア時間はユーロが売られて始まっていますお、まあ、選挙の結果っていうのがね、いろいろ左右してくるもんですね、はい、やっぱり。 そうですね。あの、うん、特に市場が想定してなかったようなことになりますと、まあその国の通貨にはやっぱり、えー、売りの圧力となってくることは多いと思います。うんなるほど。わかりました。中村さんどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。ここが気になるのコーナーです、えー。スタジオには長官各市が入ってまいりましたが、もう6市全て小池都知事と。 こういうことで、昨日の東京都知事選挙の結果、これが隠し一面トップという感じでありまして、当選確実となって花束を手にした小池さんの笑顔の写真であるとか、支持者に手を振る小池さんの写真であるとかというところが大きく載っているというところであります。まあこの結果、まあ2、3位以降のね、結果であるとか、あるいはその先についてというのは、この と田新一郎さんとまた深めていこうと思っております、えー、それからです、ねあのー、各市政治面などで触れているというのがあるいは社会面で、えー、触れているというのが先ほど新庄アナウンサーのニュースでもありましたけれども、えー、安倍元総理 が奈良県の大和ト最大寺の駅の前でですね、えー、銃撃され死亡したというふうに隠し書いていますけれども、これがあの英語版の記事であるとか外伝系は、えー、もう暗殺というね言葉を使っているというところで、まあこのお話とこういうのを隠し載せていたりもいたします。まああの現場となったですねこの大和市の外頭のところ、まあ喧嘩台なども放せされているということ このね、あの、宗教問題等々というところに、クローズアップされていたりもしますけれども、まあ、そもそも論として、えー、選挙においてのこの言論の自由というものを暴力によって口を塞ごうとしたというですね、卑劣な犯罪であると、そしてこれが民主主義の危機なんであるというところを、しっかりと球団ができていたのかどうだったかのかというのは、 マスコミ全体としてもですね、えー、考えなければいけないことだったんだろうというふうに思うのが、その後の選挙においての、例えば去年の、 保せで、えー、岸田総理、現職の総理が狙われるようなテロ事件があった、えー、ということであるとか、あるいは、えー、この間の候補者による、他の候補者への、うん、補選においての、妨害行為であるとか、えー、今回の、ポスターを、の掲示板を使ったものであるとかですね、えー、そういった、論点が、また、今回の、都知事選でも様々に出てきたな、というふうに思うところでありますし、これは、えー、ちょっと、 時間をしっかりとってですね、えー、深めていくということが必要なんじゃないかと改めて思ったところであります、えー、没後2年3回避ということあります通んでご冥福をお祈りいたしますこの時間からコメンテーターの方々ご登場です今朝はジャーナリスト須田新一郎さんですおはようございますはいおはようございますよろしくお願いしますもうね今日は六、えー、各市一面トップこの東京都知事選挙 メインのテーマとなりますけれども、まずは小池さん、8時に各社、えー、投確が出るという、これは圧勝だったという感じですか、ねえー、まあ、圧勝中の圧勝でしょうね、おそらくね。うんうん、で、ただなんか今回の選挙戦ね、こう、伝える側からすると、飯田さん、どうですかね、えー、なんか疲れたね、なんかね。うん、疲れた。確かに。<laughs> 暑、えー、いから取材に疲れたわけでもないんだけどなんか精神的になんかどっと疲れが出てきちゃって <laughs>、はい、あでもゼロ角であそういう結果なのねっていうんでふ <laughs> たすかしにあったような。走り回ったた割にはみたいなそ、ね、そそうそうそう,そう <laughs> っていう形で、やっぱりね、はい、え小池さん強いなと、やっぱり現職強いっていうのと、もう一点ね、はい、えこれ新聞であるとか、他のメディアが伝えてないんだけれども、うん、やっぱりあの、女性の支持が、やっぱり厚かったと、小池さんにね。に対して。で、やっぱりね、女性ってのは浮気しないんですよ。<ー>だから、一回目の選挙の時からですね、小池さんが初当選した時からですね、はい、え小池さんに入れている層はブレなかった。うん、やっぱりここは岩盤支持層みたいな形で、えー、がっつりあったわけですから、はい、えそれに、まあ、いろいろとですね、二期八年のね、はい 次期を積み上げていった結果なんだろうなと考えれば、まあ言ってみればです、ねまああの、当然あってしかるべき結果だと私は思いますけどね。うんまあ、そうすると、小池さんに関してはね、もう、あ,のある意味、現職ですから、信任投票のようなもんでした、で、はいえー、やっぱりこの2位、3位あたりの、ね、顔ぶれというのが注目されるところになってきますか。えー、あのですから、蓮舫さんが3位に沈んだということで、<laughs> はい、やっぱり、えー、どうなんでしょうね、立憲民主党、あるいは蓮舫さんを支援していただきたい人、 私にととってみるとですね、うん、まあ恐れていた事態が発生してしまったと、お恐れていた事態、えーえー、そうなるんじゃないのか、やっぱり石丸さんの要する勢いというのが、うんえー、どん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 、えー、終盤に向かってです、ね、拡大していったという流れがありますからね、うん、特に若い層、えー、10代、20代、30代、えー、ここのですね無党派層を取り込んだと、だから蓮舫さんに勝ち目があったとするならば、はいね、もし勝ち目があったとするならば、やっぱり最大のですね、うんえー、まあ、あの、 有権者の中で比率を占めている無党派層にどう浸透していくのかっていうところは勝負だったわけですよ。はいうん、そういった点でいうと知名度がある蓮舫さんはやっぱり石破さんにとって見るというとですね、あの血の理があったというかですね、やっぱりリードしたはずなんですね。うん、要するに地元での知名度、うん、でそれを活かすことができ活かしきれなかった。はい、じゃなぜ生かすことができなかったのか生かしきれなかったのかというのが今後のですね反省点というか、えー、課題になってくるのかなと。うん、それはじゃあ、えー、まあ立憲民主党の中を取材してみるとやっぱり今回 選挙戦の,の枠組み、うんえー、立憲民主党と共産党の野党共闘、これに対してはですね、やっぱり臨立憲民主党の中でも批判する向きがあったんですよ。ただそれは、都知事選の中では封印してき、えー、たという状況がありますからね、うん、やっぱりこのあたりが今日以降です、ね、立憲民主党の中から吹き出してきて、うん、でそれは取りも直さず、次の、えー、解散総選挙にも影響を与えることになるんじゃないかなと思います、ねおまあ、立憲民主党もね、えー 実はその代表の任期が近かったりとかするということを考えるとここもまたひ波乱あるかもしれないとい,うでいやあるかもしれありませんあ,ありますありますかありますあります なんだかね、この番組に、あの、都知事選のね、えー、前に、泉代表に出ていただいたときには、ちょうどこの蓮舫さんが、ええ、え前日に離島届を出して、ええという感じで、そしたら、いや、もう我が党の人間じゃありませんからね、みたいな感じで、も<ら>う予防線を引いていたのか。二人仲悪いから。<laughs> 仲悪いから <laughs>、えー。この都知事選についてね、後ほどまた、あ聞いてまいります。 今朝のコメンテーターはジャーナリスト、須田慎一郎さんです。引き続きよろしくお願いします。はい、お願いします。えー、では、七時またぎ前半戦取り上げるのはこちらのニュースです。東京都知事選挙、現職の小池売子氏が当選。 昨日投開票された東京都知事選挙は無所属現職の小池由里子氏が3回目の当選を果たしました。今回の都知事選には過去最多56人が一候補。前広島県秋高田市長の石丸真嗣氏や、前立憲民主党参議院議員の蓮舫氏らが現職に挑みましたが、及びませんでした。 えもう8時にはね、えー、箱が閉まった直後、当選確実、各社が打つということでありました、まあ、先ほどね、聞きたいのゾーンでもお話しいただきましたが、その続き、まあ、これね、あのー、与野党ともに、やっぱり国政にも影響が出ますかそうですね、あのー、ですから、えー、与党にとってみるとです、ね、これが一つの潮目の変化になる可能性も、その兆しが出てきている以上です、ね、うん、やっぱりここは最大限利用したいなと。あのー、むしろこれは国政に にも大きなな影響を与えかねねいのは立憲民主党ですよ、ね、あのやっぱりこれからのです、ね、共産党との距離の取り方、はい、え全面的に、えー、共闘体制を組んでいくのか、それとも違った、えー、方向へ進んでいくのかっていうのが、やっぱり立憲民主党の中でも大きく大きく分かれてるわけなんですね。で、その辺のその対立の構図、党内の対立の構図があの表面化してくる可能性も、私はあるんじゃないかなと思いますね。あまあ、現職というか今代表の泉さんは、まあ どちらかというと、共闘、まあ、やるけれども、そんなに名前のみでもないというう感じですかねそうですねあのとりあえず代表ということで、まああの、ある種の中立性を保ってますけれども、うん、腹の中ではね、共産党との共闘に対してはあの否定的なんじゃないかなと、私は外部から見ててそう思いますよね。あそうすると、まあ、路線対立的なものが 代表選争点になってくるですかなってくる可能性も高いですし、うん、で必ずしもですね、えー、泉さんの信任投票にはならない、はい、本気のといったらいいんですか、えー、それなりにですね、えー、本気で、えー、代表を狙ってくる人たちが、でうん、特にですねやっぱりど、どうなんでしょうね、旧民主党のオリジナルメンバーといったらいいんですかね、はい、やっぱり、うんえー、民主党政権下で、えーね、大臣を務めたような、はい、そういった大所が出てくる可能性は極めて高いんですよ。ね、あ<ー>だから、えーまあ、その泉さんも もちろんです、ね、今回の代表選出てくるでしょうから、はい、そういった点でいうとです、ねえー、立憲民主党、まあ、本気の代表選が展開されて、うん、まあそれがその選あの代表選後にです、ね、何か過去を残す可能性もないわけじゃないだろうなと思いますけどね。 の部分でまあ、特にこの立民の東京都連は、あ共産党と共闘に前向きな人が多いんじゃないかということが指摘されてました、ええ、まあ長妻さんだとかと、ええ、でそこがあまり票取れなかったぞっ っていう風になってきたときに、<え>これそのどうなるんですかねその、そのものの是非というものがねあの、まあ、積極的に進めてきたのは、えー、都連幹事長の手塚さんなわけですけれども、はい、でその手塚さんが、まあ、蓮舫さんを口説いてというのが、今回の都知事選挙の流れなんですよね。はい、で、それが、えー、結果を出すことができなかったということで、まあ、言ってみれば、ある種の責任問題が浮上してくるのかなと、じゃあ、その責任問題はどこに出てくるのかというと、<い>やっぱり蓮舫さん、今回の、えー まあ都知事選で負けた場合には、衆院選挙のですね、えー、衆院制の、えー、蔵替えというのがまあ大きく支えられたですよ。本人もその気だったはずなんですよ。ですから徹底的に、えー、小池さんを追い詰めて。 れね近々予想される総選挙に出馬するという、そういう流れだったと思うんですね。その中で言われていたのが、新26区、柔道10元で生まれた新しい選挙区ですけれども、目黒区と大田区の一部で、ここはですね、もともと松原仁さんの地元であり、再三にわたってですね公認を求めていたんだけども、公認が出ないということで離党した。とはいっても、ですねじゃあ誰を立てるのかというのは、いまだ決まっていない。トレンしは さんってというのが本音のところだったんでしょうけれども、うん、まあ今回、ですね都知事選の結果を受けて、はい、まあ言ってみれば論考交渉で、え新26区滑り込み、えーね、そこに横滑りという形を狙ったんでしょうけども、うん、この総票数ではね、はい、やっぱりそれはちょっと無理なのかなというどころか、<ー>え衆院へのく替えもちょっと難しいんじゃないかというようなことも、今支えかれてますよねなるほど。 今朝のコメンテーターは、ジャーナリスト、須田慎一郎さんです。改めまして、おはようございます。はい、おはようございます。ます今日もよろしくお願いいたします。お願いします。え、えー、勝ったぞということでね、あの、えー、選挙で万歳してらっしゃる方もいらっしゃいますし、えーまあ、我々としては、うん、昨日のやっぱり甲子園球場。そうですね、逆転勝ちですからね。さよなら勝ち。はい、は貯金も2つできたという。ねえ<ー>、うん。これが潮目の変化になってくれればね、 そこですよ。そう。そこですよ、本当に。うん、いろんなものがねい。いろんなものが。いろんなものが仕上げないんかなと。<laughs> 打てない。<laughs> <laughs> 打てないね、この政党も。<laughs> この政党も。 えー、何をやってもなんか、ええ、もうね党首のお母さんも、ええ、非常に頭を抱えるところまで、ええまあ、勝ったあれはという,ようなものだよね、ええええ、さあそしてあの都知事選挙に絡んでもね、ええ、メールや X でもいろいろ本当にいただいてるんですが、えー、カズピーさんという方港区からいただきました須田さんに質問です都知事選と同じく行われた都議補選、えー、都議会議員選挙の補欠選挙、えー、自民党二つしか勝てませんでしたこの結果永田町に どう影響するとお考えですかと、うん、8つの選挙区で行われてそのうち2つ取って はいまあ、あるいはあ、ごめんなさい、9つの選挙区ですね、で自民党を8つ出したんだけども、2勝だったというところでありました、はい、で特にです、ね、あの東京都連会長、自民党の東京都連会長の、はい、萩,萩生田さんのです、ね、お膝元の八王子市で、はい、え万全の構えで望で、ね、んだにもかかわらず、ここ落としたというのは、うん、やっぱりです、ねえー、大きな影響が今後出てくるんではないかなと、うんえー、それは一体どういうことかというと、えー、自民党としては、えー、今回、立憲民主党が蓮舫さんを立てたこと によってある種、自滅した、うん、本来だったらここで、えーね、潮目の変化ということで、えー、公衆ここ、ね、ところを変えたいところではあるんだけれども、<い>やっぱりこの都議,都議補選のですね結果を見てみると、まだ自民党への逆風やめやめ、ねやま、やんでいないという状況が明らかになった、はい、でそうすると、ですねやっぱり8月、えー、9月の代表選ですね、はいえー、9月の代表選で、<い>やっぱり岸田さんを変えないことには、総裁選で、これは空気感は変わらないぞと。 はい。ね、えー、いうとね、今、空気が、えー、な、なりつつあるのかなと思いますよね。うん、そうすると、もう、ポスト岸田の動きが、これから先、ますます、激しくなっていく。ね、ただ、それもね、加速してしまうと、はい。要するに、じゃあ、岸田さんがね、えー、じゃあ、総裁選に出馬したらどうすんのっていうね。 あのだから、えー、一番ベストシナリオは、はい、総裁選の直前で、岸田さんが辞退をする、出、ね、場、はい、辞退をして、そして、えー、総裁選を戦って、ねで、そして看板を付け替えてというのが、やっぱりベストシナリオなんだろうと思うんですよ。はい、要するに、えー、しかも本人が納得して引きずり下ろすんではなくて、うんえー、本人が自ら身を進んで、えーね、を身を引くという形がベストなんだけども、えー、数日前にです、ね ね。岸田さんに会った自民党国会議員の話から話を聞いてみるとね。はい、やる気満々。やる気満々。すごいよとね。あのね、鈍感力はすげえな、みたいなね。で、うん、だから今の岸田さんに辞めるという本人の中でも選択肢はないというのが、 見たで見、見たところらしいんですよ。なるほど。だから、その、心をどう変えていくのか。はい。これ、周りが寄ってたかって、はがいじめして、引きずり落ちたなんてなると、えー、やっぱり自民党のまたイメージ悪くなっちゃいますからね。えー、揉めていると。このご意を呼んで揉めていると。そうですよね。ね<ー>お家騒動をみたいなことになると、はい、またそれは面白いおかしくいろいろ書き立てられますもんね。ね で、<ー>ここで、まあ、岸田さんに、自ら進んで辞めてもらって、そして、え、対立している二人のキングメーカーね、ね<ー>、麻生さんと菅さんが、まあ、大道を団結して挙党体制を作って、で、次のえ総裁選ではですね、えー、まあ、言ってみれば空気感を入れ替えてくれるような、できることならば女性候補を立てて、女性党首をですね、選んでと、そして、間髪入れずに、総選挙に臨んでいくというのは、はい、これはベストシナリオなんです。ベストシナリオ。ええ。お ベストシナリオの入り口が岸田さんがあるから、はい、なるほど、ええ、でもそこが動かないと、もうニッチもサッチもいかない。ニッチもサッチもいかない。これ、そこでまあ、堂々とまあ岸田さんに対抗してっていうわけには、皆さんいかないんですね。ええ、だからまだ、えーね、総裁選に向けて花火が打ち上がりつつあるけれども、はい、ちょっとまだそのタイミングじゃないんじゃないかみたいなね。あ<ー>、ええ そうするとくすぶったままなんか燃え上がらないみたいなことがずっと続いていくわけです。で、もう一つやっぱり岸田さんに、えー、対してね、はい、本意を流すような材料があるんですよ。<う>次の選挙に岸田さんが出たときに、総選挙になったときに、うん、もしかすると落選するんじゃないのか。 あ、岸田さんご本人がっことあるえー、えー、<ー>で、加えてですね、そこにもまた東京都知事選挙が絡んできて、はいえー、昨日選挙結果が出た後に、ね、えー、まあ石丸さんのですね、はい、あの、記者会見の中で、はい、広島行区というのがありますと。はい おおもともとご出身は広島県でいらっしゃいますもんね、えー。ただまあ、広島一区というのは、はい。えー、もともとですね、あのー、まあ、言ってみれば、岸田さん、あるいは宮沢貴一さんにね、連なる、えー、そういった人脈の自慢であり、はい、なおかつですね、えー、まあね、えー、広島の場合はですね、政界と財界が密接に、その、なんて言ったらいいんですかね、その、絡み合ってるという、刑罰で繋がってる、 ケースが多いんですよ。はい、これ盤石なんです。だから、おそらく石丸さんがね、えー、えー、言ったところで、一区で勝つ可能性はないんですよ、石丸さんが出ても。うーん、ね。元々の広島というのは自分の地盤だけども。はい。あそこはそう、特殊なところですから、ちょっと。なるほど。えー、だから、そういった点で言うと、そういう発言が出てきたけれども、まあ、これをね、利用して、ね、うん、次出てもね、ちょっと大変ですよ、総理、総裁と。 だ今ここは出所進退きれいにしといた方が次の選挙で勝つ可能性が出てきますみたいな。あ<ー>ね、そういう口説き方をするのか。はいえー、さて、えー、岸田さんどうするというね、その出所進退の部分なんですけれども。 一つ、選挙において注目されるファクターの一つとして経済があると、でもう一つ用意していたのが5月の家計調査で消費支出が減っている、これ、足元の経済、岸田さん、ね、それの影響で支持率が低迷というようなことはあるんでしょうかだから逆に言えばね、減税、4万円の、ね、減税をに加えて、要するに株価が上がってきました、はい、そして、いよいよデフレ脱却宣言をできると、それをてこにです、ね、支持率回復を狙ってたんですけれども、はい やっぱり個人消費がですね、思ったほど伸びていかないどころかマイナスになってるよと。えー、で、せっかくですね、えー、コロナショックのさなかに使っていないお金、えーね、いわゆる強制貯蓄というのがあるんだけども、はい、一向にこれが消費に回っていかない。うん、まだデフレ基調は続いているということで、デフレ脱却宣言もちょっと先になりそうなんですね。はい、ですから、それもちょっとね、見込み違いというのが起こっているんではないかなと思いますね。<ー>だからはっきり言って、えー、供給能力を総需要が上回っていかない、あ 総需要が供給能力を上回ってインフレーションにならないとデフレ脱却宣言できませんからねおはようニュースネットワークではこの時間取り上げるニュースはこちらです自民党総裁選党内で投開票日を9月20日とする案が浮上秋に行われる自民党総裁選挙について 開票日を9月20日とする日程案が党内で浮上していることが分かりました複数の党関係者が明らかにしたもので今後自民党の総裁選管理委員会が協議して決定するとしております毎日日新聞が土曜日付で ええー、複数の党関係者の話として伝えたようです。はい。あの、自民党の総裁というとですね、イコール総理大臣になるわけですから、はい。まあ、あの、言ってみればですね、事実上の、えー、総理を選ぶ、まあ、そういった選挙になってくるわけですよね、この総裁選というのは。はい、そうすると絶大な権力争争になるわけですから、はい、うん。一期三年、三期までと厳密に決められてるんですよ。ええ、はい。ですから、それについてはね、えー、えー、融通無限ということは全然なくてですね、うん、きっちりきっちりこれをやっていくという状況で、はい、ですから、まあ、 まあ30日が任期満了ですから、まあ、このあたりが一番ですね、落としどころとしてはいいのかな、20日が落としどころとしてはいいのかなと思いますよね。うんまあ、これねあのそのありだと国連総会 があ直後にあるというタイミングでどうなんですかね、はい、そこは誰が出るみたいな話になってこないんですかね。いや、あのーそれ、それはまだ主犯指名をしてませんから、ですよね、えー。岸田さんが出席をするという形に、私はなるんだろうと思いますね、間違いなくそこは。<ー>えー、なるほど。えー、いやいや、そういうね、外交日程もう結構、総理、詰め詰めでいろいろ。 入れてますけどね。はい。まあ、言ってみればですね、外交によって、支持率回復というか、てこ入れを図ろうとしているというのが、今の総理の考え方なんでしょうから、はい、そこはそれでいいんだろうと思いますけれども、うん、そういった外交日程には、ほとんどこの総裁選って影響されませんから。なるほどあ。国内の話ですからね。うん、ですから、ここは厳密に行われて、関心も岸田さんの再選という機運が盛り上がっているわけじゃない。むしろ、はい、いや,やっぱり岸田さんには交代していただきたいというね、うん、空気感が、どん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 膨れ上がっている。 のかなとやっぱり一つの、えー、まあ言ってみれば、天気になってくるのが、はい、やっぱり来月のお盆休みですよ。<ー>要するに、えー、今、もうそろそろね、国会議員の方々は、自民党の国会議員の方々は、外遊に出かけたり、はい、あるいはまあ、お盆休みの時は、もちろん地元に帰ると、地元に帰ってきた時にですね、うん、帰った時に、どういう、まあ、有権者の判断、反応が出てくるのか、はい、そしてお盆休み明けに国会に集まってきた時に、戻ってきた時にですね、まあ、そのあたりで、えー、総裁選向けての、 えー、一つの方向性、空気感が決まってくるのかなと私は思いますけどね。うん。まあ、あの、去年までだと派閥の研修会などがそのタイミングであって、まあそこら辺からもまたメッセージが出てきたりしましたけど、ね、派閥解消してましたよね、麻生派の沿いって。そうですね。ですからそういった、えー、表だったですね、スケジュールっていうか、はい、あの、ね、あの、イベントがないもんですから、はい、まあとはいってもね、うんうん、あの、水面下でほとんどメディアには登場しませんけれども、それぞれの派閥の中にあったいくつかのグループ、 が、定期的には会合を開いたり、勉強会を開いたりしてることはこれ間違いないんですよ。<ー>確認できてますけどね。はい、で、そういったところは一つ中心になって総裁選向けて。えー、まあ、あの足並みを揃えていこうという。私は流れになっていくのかなと思いますけどね。その破片っていうのはやっぱり旧派閥が。 核になるっていくんですか核にならざるを得ないでしょうね。だから、いざ総裁選と言ってもですね、要するに、えー、そこで着実に票を積み上げていくためには、はい、個別の議員に会って支持してください、投票してくださいと言ってたんでは、 確実性にも欠けるし、えー、最終的にですね、票の読みができないという状況になってくる。やっぱりそういった意味で言うと、良くも悪くも過去の総裁選というのは、はい、派閥の合唱連行によって決まってきたわけですよね。うん、で、うん、それでも不足している部分については、無党派層、未所属の、うんえー、議員を、派閥,議員を派閥議員を取り込んでくるというのが、まあこれはオーソドックスのやり方。うん、ところは、じゃあ、えーまあ、派閥解消で、麻生派はとりあえず固まってるけどそ,それだけでは当選はおぼつかないわけですから、じゃあ、えー、それぞれの議員に、 働ききかけをしなきゃならなゃらい、うん、これはあまりにも膨大な時間かかりますからね、はい、そうするとやっぱり、えー、その旧派閥の中には、解散した派閥の中には、グループ化していて、リーダー役がやっぱりいるんですよ、やっぱり清和会で言ったら萩生田さんであり、<ー>あるいはです、ね、る萩生田さんを支える万頭角として、若手を取りまとめている谷川智さん、うん、え大阪府連会長ですね、はい、えなんかがいて、うん、そういった人たちで緩やかなグループが、グループ化 形成されてるのはこれ間違いありませんから、うそういったところとどう連携を図っていくのかというのが一つのポイントになってくるのかなと思いますね。うん、あそれから今回、まあ、あのー、総裁選としては、まあ、フルスペックの総裁選とううに言われて、はい、えー、地方のね、票というのも、ま、影響してくると。うん、えー、これはどう影響してきますかえ、ね、あの、ですから、えー、地方の票が、党員票という、まあ、あの、党員票ですかね、うんうん、えー、影響してくるのは、二つあるんですよ。はい、えー、一つはその、 空気感が国会議員の投票行動に影響を与えるか与えないか、はい、この一番問題だったのは、小泉さんが、小泉純一郎さんが最初に総裁になったとき、はい、この時はです、ね、ににあのー、ツ2ステップあったんですね、うん、党員票が、あるいは地方票がまず最初空いて、それが国会議員票、でうん、そこで、えー、圧倒的なです、ね、地方票を取ってしまったために、だれを打って、国会議員がそっちへ動いたと、はい、でこれに反省して、あのー、同時開票になってるんです、今は。 なるほど。賛成してっていう言葉もおかしいですけどね。<ー>ハンドリングが効かなくなっちゃったもんですから。はこの重鎮たちによって。とは言ってもですね、やっぱりそういう形で地方票、党員票とは結構大きく影響を与えるんですよ。で、それがですね、やっぱり懸念されたのが、はい、あのね、岸田政権の時の、えー、総裁選ですね。で、この時高市さんが勝たなければ、はいうん、圧倒的に地方票はですね、えー、河野さんに、 動いたんですよ。河野太郎さんに。河野太郎さんに。はい。で、それを受けて国会議員票が引きずられそうな雰囲気だったので、うん、だから安倍さんは、亡くなられた安倍さんは、あえて高井さんを立てるというね、そういう戦術をとって、決戦投票に持ち込んで、うん、決戦投票はこれ、国会議員票が大きな影響を与えますからね。はい。で、そこで岸田さんに、えー、勝つようなね、えー、そういう流れを作ったというのは、 まあそういうことなんですね。うん。そうか。あの時、まあ、あの、岸田さんに次は渡すっていうのは、ね、えー 安倍さんは、まあ、ずっと言ってはいましたもんね。そうですね。それについて、麻生さんと連携してたわけですからね。<ー>で、ところがあの時、ね、河野太郎さんが立っちゃって、はいねえー、下手すると、えー、決選投票に持ち込むことすらなく、最初のですね、えー、本選の時に処理を収めちゃう可能性があったんで、あえて高市さんを立てるという戦略を取ったんですよ。はい、ぐらいに、地方医療って結構大きく影響を与えるんですよ。うーん まあそこがどうなるか。まあまずは岸田さんが立つか立たないかもまだこれからってところですもんね。えー、だからそこが一つの大きな山場になってくるでしょうね。う えー、そしてもう一つ用意していたニュース、海上自衛隊で特定秘密の不適切な管理があったということで、えー、複数の官邸などで国の安全保障に関わる機密情報特定秘密を資格のない隊員に扱われ扱わせていたことが判明したと。で、会、えー、事トップの海爆長が辞任の意向を固めたということで、しかもこれは、あの、かなり前から行われていたんじゃないかというようなね、うん、ことも出てきております。 あのー、ですからね、そういった点で言うと、これ、はいえー、特定秘密方法ですから、反復的に、ですね、うん、しかも継続的に、えー、法律違反が行われたということで、これ、辞任は当然だと思いますね、<ー>ただ、えー、問題なのは、はいえー、法律違反が行われていたということに加えて、ですねこのことによって、何か問題が生じてなかったのかどうなのか、<ー>秘密が漏れてなかったのかどうなのか、はい、このですね徹底的に検証していく必要は、私はあると思いますよ。うーん まあ本当、特に海上自衛隊の場合は、まあ、アメリカ軍との連携というのもかなり密にやっているところでもありますもん、ねねね、ですから、それは組織的に反復的に行われたときに、はい、え何かこう、ね、問題が発生して、えー、いるかいないか、やっぱりそれは検証して、それをちゃんと公表していくってことが、私は必要なんじゃないかなと、でそれをやらないと、隠されたままだと、うんえー、特定秘密保護って何だったのと。 ね、<で>場合によっては秘密,秘密すら守られてないじゃないかみたいなことにもなりかねませんから、えー、ね、えー、そういった意味で言うと、まあ自衛隊にとってみるっていうと、防衛省にとってみるっていうと、頭の痛い問題ではありますけども、はい、そこは徹底的にですね、えー、実態解明してほしいなと思いますけどね。うんまあ、このね、あのー、 情報の資格に関して、まあ、官邸を動かすとなると、どうしても、こうか、ね、えー、階級の様々な人がやるというところで、まあ、特に階級の下の方の人たちなどが、 まだ資格取ってなかったというふうなことなんでしょうかね。えー、ただ単純にその資格を取り忘れた、忘れたというか、遅れてたために、こんなことが起こったのか。ーーで、その結果、何が生じているのか。だって年、二千二十いん、二千二十二年にはですよ。はい、ええー、会の情報部隊トップがですね。<ー>えー、秘密を漏らしてたということも、あ、起こってるわけですから。ねえー、続いてニュースプラスワン、取り上げるのはこちらです。イラン大統領選挙、改革派のペゼッシュ。 ペゼシキアン氏が当選今月5日に行われたイラン大統領選挙の決選投票は欧米との対話を重視する改革派のペゼシキアン氏が当選しました今後は欧米との対立を深めてきた外交政策からの転換を図り関係改善を目指していくことになると見られます えー、保健省などを務めたこのペゼシュキアン氏ですが、強硬派のシャリリ氏と一騎打ちの決選投票でと、なんか強硬派の方が強いみたいなこと言われてませんでしたええー、まあ、あの、そう言われてきましたし、で、加えてですね、まあ言ってみれば大統領を選ぶといっても、はい、あの、イランの国内のことはですね、えー、最高指導者がはメ、えー、ないんですか、うんうん、はい、えー。ほとんどのことを決めれるわけですから、ええー、まあ言ってみればですね、まあその両者が、どちらかとと軍配が上がった ところで結局はこのハメネイ師好きだるんな,んかなと私は思いますけどね。あそうすると、大統領と言いながらもやれることは非常に限られるわけですそのお墨付きを得ないと、前へ進んでいかない、はい、ただそうは言っても、ですねその一方で国内、うん、イラン国内はですねやっぱり大きな不満が出てきていた、で一つはやっぱり、えー、欧米からの経済制裁によって、 ですね、経済が相当逼迫していた、うん、国民生活が苦しくなってきたそれに対する不満がどん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 膨れ上がってきたということで一つ今回のね選挙結果はガス抜きという形にもなっていくのかなと、うん、でそれに加えて、はい、やっぱりどうなんでしょうねいくらねえー、まあ宗教的でイスラム教の戒律にですね非常に厳しいというイラン国内においてもやっぱり国民の意識が変わってきましたから例えばヘジャブの着用をぐってもですね結構ねえー、厳しい罰が加えられたり なんかしてましたから、うん、それに対する反発不満っていうのもあったんでここも含めてのですねやっぱり改革派が、はい、え今回軍馬が上がっていくというね流れも一つあったのかなと思いますけどねうん。まあこれ外交の面でいくとまあ、イランはね今 まあ、イスラエルとの間で、直接はやってないけれども、こう代理を立てて的なね、はい、ええことをずっとやってますよね。うん、で、この辺で欧米とも対立をしてきていると、えー、これも変わっていくもんですか、まあ、もともと根本的なことを言うと、核開発の問題ですよね。うんはい、で、こことアメリカと激しく対立をした、ですから、おそらくですね、このペゼシキュアン氏ですか、はいえー、新しく大統領になった方は、やっぱりこの核開発の問題をぐって、 で、まあ、アメリカとの交渉をね、えー、対話の糸口を作っていくという方向になり、で、それと同時にですね、その、一方的にその、えー、核問題をですね、えー、アメリカ側の意向に沿う形ではなくて、はい。それと同時に、交渉を進めていくのと同時に、経済制裁の解除というね、うえー、というのをどう引き出していくのか。 というところに臨んでいくのかなと思いますね。うんまあ、ね、あの。一方で、このイランは、まあ、ロシアとも近いと、いうようなこともあって、はい、じゃ、ウクライナ戦争に対して。まあ,あ、ドローンなどの提供相当やってるという話もありますよね。はい、この辺に対しても、どう、うん。でその武器等の提供ということよりも、それに加えて、やっぱり地域大国ですよ。え、イランというのは、その、あの、中東エリアにおいて、地域大国である、はい、そして、そして。 とと違違っって民族がちょっと違いますんでねペルシ,、えー、シャ人ということもあって、うん、でそこもそのある種の,この影響力が出てくるわけなんだけども、うん、じゃあその、その地域大国地政学的な意味での地域大国が今後どう動くのか、うん、どういう方向に向かっていくのか、うん、つまり、はいえー、そういったロシアだとかあるいは中国寄りになっていくのかそれともですねうん、うん、え独自性を高めていくのかできることならば欧米にとってみるというとトルコ的な、ね、存在になってくるのが一番ベストなのかなと思いますけどね。うん、なるほど 続いてこの時間は、ここだけニュース。スクバーフランス国民議会総選挙。左派連合が最大勢力の情勢。 フランス国民会議選挙の決選投票が7日投開票され、フランスの公共放送では左派連合新人民戦線が過半数には届かないものの最大勢力になる見通しだと伝えました。1回目の投票で得票率首位に立った極右政党国民連合は第三勢力にとどまる見通しとなっております。 ええー、と、いうことで、まあ、あの、今日はね、選挙に関するニュースばかりという感じですけれども、うん、まあ、フランスの、まあ、会員に当たる国民議会の選挙も行われておりました。まあ、ああ、右派と、おね、ええ、いう国民連合。 これれが大躍進するんじゃないかと言われてましたけど、はい、あの逆にね、左派連合が盛り返したということで、振り子の原理が働いたのかなとも思えなくもないんですけれども、うん、まあそういった点でバランス取ったのかなという感じはしますよね、うんまあ、そしてね、あの先週はイギリスの議会選挙もあったということで、まあ、こちらは労働党が勝利を収めて、えー、スターマー氏が新たに首相になったということになります。 この時間は慶應義塾大学教授で国際政治学者細谷雄一さんと電話をつないでお話を伺ってまいります細谷さんおはようございますはいおはようございますよろしくお願いしますさあまずこのフランスの総選挙ですが細谷さんどうご覧になってますか はい、あのー、当初はですね、1回目の投票でも、えー、と局の国民連合が第一党になったということで、はい、まあ大幅に今回、議席を増やすということが想定されていたわけですが、フランスの場合は、あの2回投票制となっておりますので、決選投票、2回目の投票の際には、中道左派、中道右派の左派連合、NFT と、 与党連合、中道の与党連合が、候補者の一本化を進めまして、はい、それによってです、ね、結局、この2、3位連合としての中道派、中道左派の協力によって、まあ、当初想定されていたような国民連合、RN の圧勝にはならなかったということだと思いますうんでこれ、ただ、どこも過半数は持っていないということになると、これから先っていうのはどうなんですか、ちょっと不透明になるんですか。 まず、あの、フランスの場合は、あの、基本的に大統領制の国ですので、はい、あの、外交をはじめとした政策については、基本的には大統領が、ま、今は、あの、マクロン大統領はそのまま、このまま、あの、継続するわけですが、ま、内政を中心とした、それぞれの政策については、内閣が政策運営をしています。この内閣と、えー、まあ、あの、大統領とが異なる政党が、 あの担当するということで、基本的にこのことをコアビタシオンというふうに、はい、あの言うんですけれども。まあ、うん、このコアビタシオン、じゃあ、あの内閣はどこが組閣するかということで、これから。おそらく交渉が始まるんだろうと思います。あの、場合によっては、はい、あのフランスではあまりそういったことは今までなかったんですけれども。ええ、まあ、ドイツで見られたような、いわゆる大連立と呼ばれる。あの、中道派、中道左派との。 連合によって、えー、この過半数を取るか、あるいは少数与党になるか、これからおそらく、左、あ、派、のーまあ、連合と与党連合の間でのさまざまな駆け、あのー、引きがあるだろうと思います、うんうんえー、スタジオにはジャーナリスト、須田慎一郎さんもいらっしゃいます、はいあのー、あ伺いたいんですが、やっぱりそのあたり,やっぱり、えー、右派、極右,連合と極右政党が、えー、躍進したというね、えーうん、それに対するブレーキという意味合いはあるんでしょうか。 あのそうですねおっしゃる通りだと思います、あの実はですね、まあ、前回、前々回、大統領選挙でも大体あの最近はこの極右のマリン・ルペン氏、前の党首があの決選投票まで進んで、その際にはですね同じ構図になっているんですね、中道右派、中道左派が連携して、この極右、ルペン大統領の出現を阻止すると。 まあ、この大統領選挙で見られた構図が、結局のところはあの、今回は議会選挙でも見られたということだろうと思いますうんこれね、そのまあ、ただ、右派のこの躍進の部分というのはあの、今までその過激な政策っていうよりはあの、EU にばっかりお金使うなよとか、自分たち国民に使ってくれみたいなあ声があるというふうにも聞きますけど、そのあたり、どううなんでしょうか、まあ、そうですね。 あの、前の、前の党首の、この、まあ r、r m あの、もともとはこれ f m 国民選策のと言いましたけども、はい、その頃はですね、はい、ま、かなり、あの、ナチスを連想させるような、過激な発言によって国民から、はい、 かなり強い抵抗感があったんですが、まあ前の党首の,あの,その娘であるマリニール・ペンシーは、はい、あのこれをです、ね、徹底してあの、中道化現実主義路線に延望させたんですね、で特に、はい、今の,あの党首のバルデラシまだ若い28歳で話題になってますけれども、はい、彼はあのビ,ビジネスにも非常に友好的な態度をとり、さらにはあの過激な言葉を一切抑制して、あの相当程度です、ね、中道寄りのイメージをーあの作ることにせ しましたまあ、そういったことから、イメージ戦略でうまくあのその転換ができたということと、まあ、そして今、急速にあの移民がヨーロッパ、フランスも増えてますので、はい、この移民に対するあの抵抗や、あるいは現政権の不満というものに対して、まあこの,あの極右政党である国民連合が、そういった不満の票をすくい取った形だと思います。うーん さあそれからあのイギリスの総選挙も行われたばかりというところでまあこちらはあの労働党が勝利を収めたとまあいうところ保守党に対しては本当に不人気だったみたいですね。 まあそうですね。まあ、あの歴史的な大敗というふうに言われておりますけれども。はい。まあ、とにかく、あの今回、あの保守党が破れるだろうということは、あの想定されていたわけですが。実は、あの、まあ、前々回の、あの総選挙の時もですね。はい。あの、メイシュの際に、当初の想定よりも負け幅が小さかったんですね。うん。ですから、やっぱり、あの左派政党に対する、あの、かなり強い抵抗感ということから、オサクスナーク氏としては。 最後の段階で相当程度、あの、保守党が伸びるということを 想定してたと思うんですが、うん、まあやはりあの14年の,労働あの保守党政権に対するまああの失勢、ブレグリットの失敗などの,あの不満というのも止まってますし、はい、また今、物価の高騰であるとか、エネルギー価格の高騰であるとか、まあ、あの移民もかなりあのイギリスも68万人、削減増えたということで、外手で増えてますし、<ー>まあこういう保守党政権があの公約に掲げたことが実現できていないということを不満と、あとはもともと極左の税率 コビン氏が党首だった労働党が、はい、あの見事にこちらもあの中道路線というものに転換しまして、まあ、スターマン氏の現実主義路線というものが、国民にあの好意を持ってあの受け止められたんだろうと思います、うん、あの16年ぶりの、ね、労働党政権ということですけれども、あの何かね、イギリスの外交安全保障等を含めてね、なんか大きく変方針転換を図るということは、どこかの部分に出てくるんでしょうか。 あのこれは逆に言うとですね、うん、あの大きな方針転換をあのしないというイメージ、あの極左政権ではないんだというイメージを作ろうということと、うん、まあ一方ではですね、やはりあの政策の転換というよりは、もちろん部分的な政策の転換もあるんですが、あのやはり あのポピュリズムに走ったり、あるいはあのスキャンダル、あの例えばあの選挙の賭博、最近ですが、うん、であるとか、あるいはコロナ中のパーティーゲート事件といわれるあの、まああの、外出禁止の際にパーティーを行った、うんまあ、こういうようなです、ね、保守党政権に対する不満という、失政に対する不満に対して、なるほど どちらかと言うとう政策の転換というよりは、サ、はい、ーマー氏はとにかく、勤勉で実直で、非常に誠実である、そういったイメージっと、あのその政治の姿勢、あるいは言い換えたら、統治というものを健全に行うという、うんまあ、そういったイメージを提示することができたんだと。うんそういう安定感というようなものを、まあ、イギリス国民、求めていた部分があったんですかね。 そうですね。あの、言い換えたら、あの、保守党のあの、スナック氏は、もしも労働党政権になったら、はい、大きく政策が変わって、大幅な増税があるという、まあ、こういった恐怖を煽っていたで、ね、ところが、まあ、あの、労働党スターマー氏は当初から、あの、自分が、あの、政権に就いたら、あの、例えば法人税の増税は控えると、まあ、こういった、むしろ逆に大幅な政策転換を。 しないというような姿勢も部分的には示していたわけですね。ですから、こういったことが、まあ、国民の信頼感になった。同時に、やはりですね。あのー、まあ、国民保険制度、S N. S. S. N. A. H. をはじめとして。まあ、いろんなものは今、機能してないわけですけれども。 これをあの仮に労働党政権になっても大幅に改善することは難しいわけですね、<ー>まあ、そういったことから、比較的ハネの時期は短くて、いずれ、まあ、あの労働党政権に対する失望というものはすぐに出てくるのではないかということも<ー>あの懸念されてるんですね。なるほど。 あのまあ、東アジアで、ね、暮らす我々としてはその今まで保守党政権で、まあ、EU から離脱をした後グローバル・ブリテンという形で、まあ、かなり東アジアに対するコミットメントも強めてきたわけですがこれ、労働党に代わって何か変化はありますか はいあの、2つあると思うんですね、1つは、やはりですね、あのグローバル・ブリテン、おっしゃられた通りあり、EU 離脱、保守党はとりわけあの、EU に批判的な議員が多かったので、支持層が大きかったので、まあ、このグローバル・ブリテンという形で、アイデンティティを変えるんだと。 はい、ヨーロッパから離れて世界に行くんだということで、まあ、あのインド太平洋経済ということが言われていたわ、ね、まあその柱の一つが、まあ、日英関係の強化例えば日英イタリアの,あの新しい戦闘機の開発だったんで、はい、まあところがあのこの政策はそらく継続すると思うんですがまあ逆に言うと労働党は明らかにこのグローバル・ブリテンの政策から EU 重視の政策へと転換していくと思いますのでおそらく日本との関係は 引き重視してと思いますが、はい、まあ明らかに従来よりもあのあまりでもイギリスのリソースをインド太平洋に使いすぎだということもかつて労働と批判もしてましたのであ<ー>まあそういった意味ではインド太平洋重視から EU 重視へとあの重点は移っていくんだろうと思いますうん、うん、なるほどわかりました小谷さん朝からどうもありがとうございましたはい、どうもういま,たまた引き続きよろしくお願いしますはいよろしくお願いします慶応義塾大学教授星谷雄一さんに伺いました